襲われてる。ケイトリンが、ケイトリンがやばいよ。おやおや、通り過ぎてるか。襲われてるよ。あら、あれ、あら、え、このタイミングで勝てるんですか。うまいな。あら、あのワンちゃん諦めが早い。あ、ウルト使っちゃった。なんかこれウルト使ったのミスったんだよな。ああ、でもケイトリンの優秀な盾になったな。強い、これは強い、強い、強い。おお、こっちも勝った。おお、いいね。謎の攻撃から見たり。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。今回はブラインドピックの試合です。チーム構成はトップルル、ジャングル、ボリベア、ミッドラックス、ADC、ケイトリン、サポート、モルガナです。相手がモルデカイザー、ワーウィック、アジール、バイ、セラフィンですね。まあ、近接相手にはあそこに置いときゃ、ね、近寄ってこれないからね。近接じゃないんだよな、レンジなんだよな。こいつレンジなんだよな。キルは近接じゃないけど、あれ近接だよね、攻撃手段。違うよ、A、レンジだよ。レンジだよ。俺何を見ていいレンジだよ。レンジだよ。あ、この借り方ね、このルートの回り方ね、中途半端だからね、やめた方がいいよ。どっちかどっちか、もう全部クリアするか、もう3体だけクリアするか、どっちか。殴れー、レベルはどっこいどっこいだ。3体だけクリアするってどういうこと？え？このえジャングルでレベル3になるにはどのルートですか？あ、赤青グロンプってこと？赤青グロンプか、片方側全部クリアか、どっちかなんだよね。うん、わかる。別にフルクリアでよくない、ボリビアなんてさ。いや、フルクリアできてないじゃん。クルグ食べてない。さすがにクルグな、クルグは食わないでしょ、1周目は。いや、クルグ食わないとレベル4になんないんだよ。うん、じゃあつまりレベル3でいいじゃん。レベル3でよかったら、バフバフグロンプか、片側フルクリアかでレベル3になるから。か、別にそんなことねえと思うけどね。いやいや、確定だからそうなんだよ。ダメな、ダメ。これジャングルとして。ここでレベル4に昔は慣れたんだけど、慣れないから今。そうすね。カニの経験値が減っちゃって。これでレベル4になれたから、前はこのルート使ってたんだけど、今はできないね。モッドが。昔はスカトルが強かったんだよね。そう、昔はスカトルでレベル4になれたから、そこで戦争が起きたんだけど、今は起きない。セラフィーも苦手。やばいか。おお、グレイシャル。カウンター多くない。いいね。いいね、プレデター。噛みつけ。いいナイス。そっち殴るの。うん？中途半端なことをするな。いやー。ちょっと追いつける自信がなかった、あれは。発見。バンコロ来た。いいだけぶつけとけばいいじゃん。いや、多分、ああ、そう。いいだけぶつけとけば、あのドラゴンも発動するから。いや、殴らせができるってか。ドラゴンに殴らせるか。モロバルだよ、このルート。あら。ワードめちゃくちゃ置かれてんだ。モルガナが強い。おお、ナイス。ウザナ様が。ワンコールでも来たらやんなきゃいけないよ、ジャングルは。そうね。時間使ってるから、もう来たらやるしかない。でもあれだと相手にキルを献上するだけになっちゃわない？さすがに、あの状況できても。でも人数差できてるじゃん。3人だから。おそれじゃないよ。まあいいけど。カニ優先でよくないか？カニだって重要だと思うけど。2周目のカニからは経験値多いからね。でかい、うん、まだレベル4だよ、あいつ。レベル4、レベル4、レベル4のレベル5が3人だから、当たったら全然強いね、こっちが。何してたんやろ。なんか、これめっちゃやってたんだよな、後ろから来るジャングルをさ、ボコすって。クマがドラゴン飼ってる間に後ろから入ってくるやつらをボコすっていうの、すげえやってた。まあ、ヨネほど脅威だね。まあね。ヨネ難しいよね、連戦ちゃんとするの。強いもんね、あれ。まあ、対処法がいまいちよくわかんねえもんな、あいつって。避ける。避けれるようなスキルじゃねえ。避けるしかない。あれ、本当にそれしかない。約束された往復切符だもんな、あれ。うん。で、帰り道にダメージがつくって、あれおかしいよな、普通。うん、おかしい、おかしい。ああ、ヨネのね。うん。
おい、またワンコロが食ってるぞ。まあしょうがなくないか、その辺はもう。ワンコロが食ってるぞ。ワンコロで思い出したけど、いないいないバーのワンワン、声が昔と全然変わっていた。あ、これ変わったね。そうなの。理由が変わったんや。そう。っていうロールに とっても関係ある話でした。そっか、関係あるな、確かに。どちらかというとオリビアの方がワンワンに似てるけどな。確かに。ワンワンそもそも犬の体型してねえんだよ。二足歩行だしな。あの子分が怖い。本人じゃ。おいいね。いやいいね。あ、ワンコロ。ワンコロ。ワンコロ。見えた。おー、ナイス。おー、いいね、いいね。これ、それがすげえ当ててたら犬っころ殺せとったな。昨日のキルがこんなに調子が悪かった。いいよー。いけいけいけ。いけ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 。届くか？やれる。あ、いけ。なんで戻ってきた？ああ、なるほどね。9で回復するから。あれも9当たってないしね、しかもね。出せる数に鍵があるか。最大が2だよね。3。あ、すごい。3までいけんの？完璧に。うん、あれ3まで出されてないぞ。スタックはもったいないからだと思う。レベルが上がった。さすがにこれはもうダメ。ナイス。もうダメ。許してくれた。いや、Q が当たって動けなくなってたね。あ、アジェルが好きで外した。あ、これ俺がフラッシュの方向を土地狂ったやつだ。許してくれんかった。あーら、アジェルはやれる。アジェルはやれるが、それは逃げなきゃー。でも追いつかれちゃうんだよね、この。ルルがいたらいけるかな。あ、いや、勝てない。まずいまずい。こうなっちゃったらもう、ね、勝てない。あー、ちょっともう、クマが死んだら無理よ。あー、これがワーウィックの強いとこだよな。でもこのワーウィックまだにギルだから、まだ。それ本当に安全確保できてるか。来たぞ、ミッドから。夫が押しとるもんで やり始めたけどな。ミッドからたくさん来るぞ。こっちをね、押さえてるんだよね、いつも。感謝した方がいい、サポートに。結局帰り討ちにしたんだ。ここに出した。ゴン。ゴン。レッドチームのタワーが破壊されました。やっぱミッドウォルト強いね。ミッドウォルト強いよ、このゲーム。視界が一番確保できなくなる。うん、ジャングル全部上げるようなもんだからね、ミッドウォルト。確かにな。視界で完全に有利取れるようになるね。味方とラインを合わせるっていうのがすごい大事。一方だけ上げると横から敵が入ってきちゃうから。でミッドとトップだけとか、ミッドとボットとかって、あ、だからどっか一つないがしろにはできない。こことここで合わせるんだったら、ミッドレーンはこのこっち側に体寄せる。こっち側には逃げれないじゃん、視界が取れてないから。ボット側に抜けれるようには体をこっち側に預けとけば安全とかある。おいおい、社名人事件が起きていた。勝てるんじゃない、勝てるんじゃない。サポ、いやー、ちょっとね、さすがに無理ですわ。モルディに捕まった。モルディ様が、あ、捕まってんだ。これ今捕まってる。でもケイトルに来たからね。あーあー、あ、いける。おー、よ、よけたよけた。おー、ナイスナイス。襲われてる。ケイトリンが、ケイトリンがやばいよ。おやおや、通り過ぎてる。襲われてるよ。あら、あれ、あら、え、このタイミングで勝てるんですか。うまいな。あら、あのワンちゃん諦めが早いね。しつけられてるね。あら、おお、これはどちらかというとクマをハントしたいところだけどね。ワードが、あ、あそこ置かれがちだもんね。あ、このワード、ここのワードね、やっぱ弱いらしいよ。見えた時にはもうせえって。そうね。こことかに置くべきだって。置くんだったら、あ、コントロールワードは守れる位置に置くべきらしい。やっぱり、やっぱお金の無駄だから。うん、あ、やってしまった。あら、あら、ハント。あら、あら。ワミさんいなくなったらドラゴンができちゃいます。できちゃいますね、ドラゴン取り放題。みんないるし。結構一方的やな、これ。申し訳一方的だね。まあ、全レーンウィンに近いしね。
グリードも強いよね。いけいけ、あー足が速い、いけるぞ、ゴン。あーあー強い。プレデター強いよね、このゲーム。めちゃくちゃ足速くなるもんな、あれ。あーでもいるのは分かってくるはず、ケイトにここ出してるから、うん、なんか画面引き下でジャンプして遊んでる人がいる。ブラストコン潰したんじゃない、使われんように。危ない、あウルト使っちゃった。なんかこれウルト使ったのミスったんだよな。あーでもケイトリンの優秀な盾になったな。強い、これは強い強い強い、ギリギリの。おおこっちも勝った。おおいいね、謎の方角から打ったけど。サポートが優秀ですわ。ウェーブクリアもできるからね、モルガナ強いな。あの一人で押せてるもん。ウェーブの管理もできる。ハニーもバフもやってたもんね。そうね。そうね、全部食えるからね、まあ、ジャングルできちゃうからね、モルガナは。一昔前にジャングルが回るの早すぎてナーフ食らったから。モルガナサポート投稿じゃなくてジャングルでナーフ食らったから、あいつ。これワーウィックとモルデカイザートップに見えてたんで、確か。だから、ね、とりあえずミッドレーンでこいつらを助けようと思ってたら、インセク食らったんだよな。結構強いね。あケイトリンの命でドラゴンが取れたということにしましょうか。インセク食らったんだよな。おそんたじち、うん、どこに言ってんだろうね。ラクスラクモルガナのグレイシャルって最近になって出ました。ラックス立ち位置前出るな。ジャバリラックス、あなたはクマより前に出ちゃいけないんですよ。あの位置でアジールがあの火力出せると、あいつ ADC みたいなもんだから。なるほどな。ああクマちゃんいいんだ。お立ち位置がおかしい。ゴーだ。アジールのあれ、ディスエンゲージもエンゲージもできるから強いんだわ。今回は1-4-0-4-1でいくことにしたんだね。あらエンゲージ、あらワンコロ来た、ワンコロ来た。頑張れクマ、あの Q やっぱ変に打つと死ぬんだよな。あーまあ、明快に連れ去られたようだ。モルガナ様、あ、クマ生きてたんだ、まだ。ワナ設置、うん、あ、モルガナいけ、出待ち中。お、来た来た来た。これで4対5確定だから、強気に。なんだけど、どうするか。おおナイスラックス。おぉ、いいね。おぉ、ドラゴン取り切れた。おぉ、エルダーエルダーマフが。決めてよ。なんか知らんかった今。誰かは死んだ。クマは死んだ。クマはみんなの盾だからね。みんなを守るために死ねるんだから。テレポート。テレポートした。あら悪いことしてる。ちょっと足りん。あ。死んじゃう。危ない。クマちゃん回だけど。最後いないのか。クマちゃんを記念撮影会に参加できなかったんです。殴れ殴れ。あ、ワンコロが早死にしたから帰ってきた。またエルダーなんだよな。すごい、また早死にした、また早死にしたけど、まああれがワーウィックだよな。はい、GG
最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch で生放送しているのでぜひ見に来てください。ではでは。